はーい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。やっていきましょう。 S8 早速来ました。ヴィーナス打ちます。ヴィーナスからのアスリン、このコンボですね。まあお相手は暗黒なんで X に行こうか迷うんですが、まあ S8 だから別に X から行かなくてもいいかな。この引きだともう一枚 S 引いてたら X から行ってもよかったんですけど、まあまあまあ初手はヴィーナスぶちかましていき、さあ C 打ちにトネルム、トネルム置かれるか最速で、どうしようかな。トゥールラ、じゃあここはトゥールラ行きましょう。で次 X にアスリンですかね。僕はもう逃がさない、捕食をさせない、攻めまくりましょう。さあまあただやっぱりトネルボンも置かれてるし、まあ一番はミニエラですよね。ミニエラが来るか来ないか、そこが大事。おっと、ベロキラプター、それは隙ができてます。僕はその隙を見逃さない。いくぜアスリン X。 これでめちゃくちゃダメージ食らってる相手強い。まあ、アスリンはコンボもね、最大 HP の 10% 出せるんで、まあ、約2400は与えられる。で、お相手さんが挟むか。まあ、挟んだら、盤面取れますし、E4 来たら、まあ、伸ばすか。で、囲ってきたらもうコンボですよ。それは、あれか、貫通のやつか。どうしようかな。天元さんじゃない、ペトラ、これはもう追っかけるだから問題じゃありません。つなげまーす。飛ぶか、飛ばせちゃいますか。8000、どうだ。ギリギリ飛ばないですね。トネルも置かれてなければ飛んでましたが、まあまあまあ283なんで、ここで捕食されたとて僕の手駒には天元さんがいます。おお、その捕食では足りないですね。いやー申し訳ない。この連打は鬼でしたね。じゃあ最後は天元さんいきます。3600出るんで余裕で飛びます。これが新しく作られた S8。 はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。おー、エルロージュは同じようなリーダーです。似てますね、アスリンに。まあ、ただアスリンはコンボも瞬間的に使える。エルロージュは8枚以上ないと使えないんで、しかもライフバースト、序盤はそんなに強くない。で僕は、どうしようかな。 X 行こうかな。ウィブサニア X 行っちゃいますか。ウィブ X 行って、でまあ取られても、まあ、僕にはまだ S ゴマがあるんで引けばいいんですよ。まあ、最悪天元さん置きましょう。一応天元さんもライフバーストなんで、それなりにダメージは出る。ペトラマジか。ペトラで挟まれるか。痛え。僕にもペトラください。ペトラ。ファネル君しょうがない。じゃあ天元さん打ちますか。ちょっと手ゴマに S ゴマがいないですね。やばい、S ゴマ引かないと危ないって。まあ、ただどう来るかな。 X かな。何が来るかです。罠ゴマだからと怖い。罠ゴマじゃないけどトゥーラー、まあ、トゥーラーか。おっと、お相手さんも結構引きがいいですね。僕は引きが悪い。どうしようこれ。まあ中に、いや角取られてもいいようにファネル君置いときますか。まあ、アスリンのコンボでダメージは出せる。いい感じ、いい感じ。で、もしも角に来られたら、いいように何を置くか。角じゃない、罠。罠か。回収できるかな。おっと、バハシュ2枚目来ちゃう。じゃあ、これ、ウラニアで、600、回収できるか？どうだ？おっと、ナイス、リリティエ。リリティエ、ナイス。ただですよ、どうかなこれ。
リリティのコンボ使っては来ないか。X か。X にフェイルノート。それは辛い。どうしよう、これ。僕もフェイルノート打つしかないけど、全部返される。いや、コンボつないじゃん。コンボつないでダメージ出して、このペトラのコンボを耐える。頑張って。でも僕の体力は8000でしょ。無理だ。キッチーぞ、これ。耐えるの。お願いします。やめて。まあ、いや、フィニッシャーがなければワンチャンか。悩んでますね。なさそう。どうだ？おー、倍、執念倍生。で、めちゃくちゃ飛んでたような気もするけど、飛んでないか。はい！あー、ダメだった。引けませんでした。ペトラさえ引ければ。って感じでしたけど、まあ引けないものは引けない。 S8 なんでね、まあこういうこともありますわ。さすがにバイセとペトラのコンボ空いてて6500じゃ耐えられませんね。ラサスでもやられちゃいますわ。まあこれはしょうがない。大相手さんの方が強かった。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。終わった。アレスは終わった。ただ、おやつさんも HP 少ないですね。2万3000。アレスでも2万5000ぐらいあるイメージなんですけど、まあでもこれが普通かな？どうだろう。まあこの対面は普通の攻め方しててもやっぱり飛ばせないじゃないですか。もう X 行きます。触るね。B ゴマを呪うな。出しづらいじゃないか。もう行きます。行け男のアスリン X。 まあこれで X 行きの囲ってくれないかな。囲ってくれたらもうつなげちゃうんですけど、 S ゴマですね。1400は S ゴマだ。怖い。 S ゴマ怖いけど、ここは一旦アスリンをつなげる。もう男のつなぎ。 B ゴマ捨てましょう。こうだ、どうだ、発動は？発動しない。発動しないってあります？踏み罠か、踏み罠か、あれか、セクメト、ワンチャンありえるな。じゃあバホメットをまだ打たないようにして、一旦のX ファヌエル君で、まあそこも B ゴマなんでいいでしょう。本当に発動しませんね、このコマ。マジで、もしかしてマジでセクメトかな。どうだ。 A ゴマも入ってますね。 S8 ではない。でもグノーコンボを消される。やめてくださいよ、僕のコンボを消さないでくださいよ。まあ S ゴマは消しましょうか。うん、踏み罠でもなかった。多分僕の予想はセックメトです。もしくはアタック1000以上で発動する罠のどれかで、角にやめて。 S5 丸5、6枚入ってそうだから S5 も打たないでください。 S はいけない。アベルシア、まさかのアベルシア。でも僕のトゥールラが消える。トゥールラが消されたらS ゴマ増やすだけですから、フェイルノットいきます。なくなった分は増やすだけいきましょう。まあ、これで角取ったらフェイルノットのコンボが開きますよと。でフェイルノットのコンボが開いたらバホメットとつなげますよ。でしかも次のターントゥールラ帰ってきちゃいますっていうような感じで、これはきついか。 X に800、また B ゴマだな。贅沢にウィブサニア打っちゃいますか。僕は贅沢な男なんでね。で打って、これ何、雷撃カウンター、まさかの B ゴマで雷撃をカウンターされていく。あ、でもこれあれか、 C1 でウィブサニア取られるとトゥールラのコンボなくなるのか。まあでもバホメットでどうにかなるっしょ。
もう取られない。1400エンマか。どうだ、ヴィーナスが来た。ちょっとヴィーナスでフィニッシュしましょう。行くぜヴィーナス、お前の火力を見せてくれ。残り4000の体力から、あーこれあれか、最大 HP じゃないんか、ヴィーナス忘れてたまあでもトゥーラのコンボで行きます。エンマじゃなかったんで。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。おう、ヴィーナス、おなじみヴィーナスリーダー。おーほ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 ー、どうしよう、まあ、ヴィーナスからですよね。まあ、お相手もヴィーナス、僕もヴィーナス打ちまーすってね。火炎オーラ、ヴィナ火炎、どうしよう、痛いけど引きによるか。はい、あらー、 B5 負けちゃった。X 行ったれーって思ったんで X 行きまーす。どうでしょう、つなげられるかな、ヴィーナス。まあでも火炎でつなげられたら F2 に何か置きたいけど、おーっと、罠ゴマ入ってんのかーい。まさかの罠ゴマかーい。そして B ゴマかーい。やばーい、どうしようどうしよう、本当にどうしよう。ちょ、もうウィブさんに赤トゥーラ引きたい。お願いします、ちょっと罠ゴマも回収したいんで、その罠ゴマできる子。わー、トゥポン来た、強い。どうしよう、お願いします。 SSS、 あー来ない、やばいよこれ、やばいよ。ゼロー、あーやべ、コンボで特殊出せる子も置いといた方が良かったか。いやー、どうしよう。それは火炎は右火炎か。痛いですね。引け、ペトラは打てない。ペトラは打てないって。どうしよう。もう角行け。回収しろ、回収できちゃえ。やっぱできないよな。リリティエか。さやかか。まあ、リリティエかな。次挟んで、おーっと、リムタも来る。それは話が聞いてない。体力がどんどん削られていくぜ。1万オーバーハッシュ。ペトラ撃つしかないけど、耐えられるかこれ。ペトラ撃っちゃって。頼む。本当に頼みます。でもあれなんですよね。リムタが入ってる。で、まあ、竜炭火炎じゃないっていうことはエンデガが入ってるんですよ。で、そこでしょう。まあ、取るしかないかな。ペトラのコンボはするしかないですよね。はい、引け！最後まで引かない。これはきちい。いや、まだあるとすれば、この、2枚返し。リムタ繋いできてくれて、飛ばされなければワンチャンある。でもあれか、飛ばせなければコンボつなげてこないか。まあそれは飛ぶからつなげますよね。まさかのブラダマンって。まあどっちにしろでしたね。はーい、対戦よろしくお願いします。花鳥風月、はいはいはい、28いきましょう。引き強い、これは勝てるぞ。この引きはいいですね。まあこの次からなんですけど、一旦当たらんって打って、そこからどういくかっていう感じなんですが、まあ一旦はね、様子見の当たらんってで、3手目にアスリーンを置く、2手目、なんだっけ、2手目フェイルノートからの3手目アスリーン、これは強いんじゃないか。追撃、まあ、睡蓮消せるからありで、裏庭か。行きましょう、フェイルノート。さあ、矢筒の位置は OK、しっかりとコンボが打てる。X か、いや、X じゃなくていいか。そうだよな、エキドナ。まあ、エキドナ打たれてもというような感じ。ここの3手目アスリンですよ。あー、ビブサニアも来た。
これは強え。アスリンからの変置きゴマ、変置きビブサニア、これは犯罪だろう。アスリーンのコンボ気持ちよすぎだろう。取らないでほしい。気持ちよくなりたいんで取らないで。よし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 、取られてない。オッケー、つないじゃいましょう。どうかな、バーシュか。これはビブサニアでいいです。ビブサニア行きの、これで大ダメージ与えて、でも次のターン X 天元さんです。 X に天元さん打ちます。まあでもお相手さんまだバーストバリアがあるからな。火炎かーい。火炎はダメだって。花鳥風月に火炎を入れるのは許されません。僕は許さない、許さないので全力でお相手します。いけ天元、フルパワー天元さん。はい、気持ちいい。で6000か。6000ならビブサニアのコンボ開けてくれれば1500プラス4000、5500。ウラニアで2枚返しだな。ウラニア2枚返しで600、6100、2枚返しで6900。バハッシュ飛ぶな。これビブサニアのコンボでウラニアでも飛びます。飛ぶよな。ちょっともう一回計算します。まあいける、いきまーす。いや、バハッシュのちょろっとしたダメージが効いてるおかげでこのターンに飛ばせると。 S8 の駒投げ気持ちよすぎだろう。はーい、対戦よろしくお願いします。ガブか。難しいですね。これは耐久か。 HP は3万。どうだろうな。ギリギリ耐久っぽそうっちゃ耐久っぽそうだけど、もうちょっと HP があったら耐久だろうって思う。あ、でもまあ耐久かな。普通のささやき3万いきましたっけ、わからない。まあ、このガブリエルで判断する。このガブリエルのコンボスキル1だったら僕は耐久と読んで、うさぎいきます。まあウラニアでいいかな。まあここで答え合わせですね。何が出てくる。フリジア、はい、来ました。耐久です。耐久か。じゃあ S ゴマ取っておきたいな。S ゴマを取っておいて終盤に畳みかけるように S を連打していけば相手の HP がごそっと消えていって勝てるという算段です。耐久はまああれですよ、サマールキメレスが入ってるので多分そのカットが来る前に特殊で思いっきり削りたい。おお、どうしよう。これウィブか。いや、一旦トゥールラ、一旦のトゥールラで行ってみますか。まあ、ここなんですよ。どう来るかっていうのが当てはないか。あ、そっちか。おっと、オバロされる。まあ、オバロはいいですよ。僕のアスリーンのコンボが上がるので。ファヌエル君どうしよう。まあ、まだファヌエル君でいいかな。さあ、こうなるとお相手さんは、まあ、X に行くかトゥールラに当てるか、まあ、ですね。おお、どんどんオバロをしていってくれる。オバロボすれば火力が上がる。嬉しいです。おー、ヴィーナス行け。じゃあもう、ああ、いけるぜ。頭がバカになる。駒投げ気持ちいい。やばいですねこの火力は。いや、とても素晴らしい。でどこに来る。そこにデメテル。 S ゴマは3枚見えた。3枚見えましたが、まあ少なく見積もってもあと2枚は入ってるんですが、ゴリ押します。イケ天元さんフルチャージ。
進化ヴィーナス打ってから天元さん、しかも僕の手駒にはウィブサニアも残っている。天元さん取ってくるか、まあ、取ってきたら X に行くだけなんですけど、あそこシーラーかで代償をしてくれる。まあ、回復は増えましたが、バフォメットこれは飛ばしに行きます。盤面はもう気にしません。ここまで削れば多分サマーアルキメデス打たれても勝てる。バフォメットで3枚返しで辺に置かれてもアスリン打って終わりと。でアスリン打って耐えられたとしてもバフォメットが残ってます。完璧。まあ、おやじさんウィブサニア取るしかない、なくはない。その回復は4000ぐらいか、3000か、9000。足りませんね、HP が。僕まだアスリン打ってないんで。で、しかもオバロしてる。ってことは 16% の火力が上がります。で、ウィブサニアで5500与えます。あー、強い。これが新しいリーダー、S8 アスリンです。はーい、対戦ありがとうございました。